初めてスーパー三国志を遊ぶアキミロです。はい、続きやっていきます。前回はこっちがね12国の炎術に攻めてる最中にね7国に曹操が攻めてきてやられちゃったんですよね。で今回は曹操軍に借りを返したいんですけど、7国結構兵が多いんでやっぱ9か12かなを攻めることを考えます。まあ、15は15で攻めるんですけどね。それとは別に今金兵糧、兵糧が特にやばいな。あと兵士もね再編とかしたいんで準備ができたら再開していきます。相場は104か。商人がいない、これは輸送するしかない。でもこの鉄が多いんでやっちゃおう。武装度アップだ、頼む。ここめっちゃ武将いますからね本当に。9番養蜂軍の周宗名馬で来てくれるそうです。来ました。先に9番攻めようかな。そういえばさっきの武装度はね18上がりました。200年9月6国からお隣養蜂軍にも攻めちゃいましょう。これ輸送団間違えた戦争ですね。もう相手は武将1人しかいないので落とすことは難しいことじゃありません。問題なのは落とした後ですね。物資を持って空にしてしまうか、それともちゃんとキープするか。あと誰連れてこう、こんなもんかな。ちょっとこの後曹操に攻められないか心配だな。1、2、3、4、5、6、7、1人多かったか。まあいいや、ショーン行くぞ。持ってきんは1000、兵糧は13000。まあ間違いなく勝てるでしょう。相手は19100、1武将のみです。では趙雲以外で突っ込みます。これでやつは6武将で囲みました。駆けしてきたか。うわー、しかも結構燃え移った。やるじゃない。しかしこの6部隊の一斉攻撃は痛えぞー。カンカンカーン。あー、関連が先か。移動せざるを得ない。一部隊減っちゃった。まあでもこの一斉攻撃を続けてればね勝てると思います。あー、楊邦さん退却しちゃいました。右の八国だったかなが空いてるからか。まあとりあえず我らの勝利です。やっぱり右にずれましたね。劉備軍の巨星、我々の元に来てくれるそうです。はい、仲間入り。劉備の武将はね少しでも減らしておきたい。なんか劉将軍から楊邦を共に攻めようではないかって言われたんですよね。まあ、言われなくても攻めるつもり満々なんですけど、冬が終わったらまあちょっと承知してみるか。これで敵対が下がるのかな。劉備軍の保室が仲間になってくれるそうです。はい、来ました。劉備の武将がどんどん減っていきます。おーっと、孫権が劉備に攻めた。私が登用しまくってた年ですね。11国。バトーからなんか使者が来ました。1万あげるからに土地をいただきたいと。あなたは土地を渡さねばなりません。え、ちょっと待って、拒否権ないの。拒否権あれ進まない。ちょっと待って、拒否権ないの。拒否権、え、嫌だよ。え、拒否権ないの、マジで。なんで。9番じゃあ、いいえ。なんで、私はいなんて選んでないよ。マジかよ。9国のものをどこに移しますか。6国。何これ。確かに金は嬉しいけど、拒否権ないっておかしくないですか。
ちなみに九国は武将一人、バテッちゃんのみですね。攻めちゃおうかな。なんか理不尽なね取られ方したんで、でも友好関係下がっちゃうのは考えもんですけど、7番武将減ってたりしないかな。いやダメだ、全然いる曹操軍。97,900 もあるな。この12番の炎術のところは48,000、中性85、87か、ワンチャン取れないかな。ここを取れれば劉備軍には攻められるな。そう、劉備孫権に落とされてどっち行ったんだ。10番か。あー、いる、カウンたちと一緒になっちゃったな。これはやりにくい。下の29番はここは4人、8万。都市が少なくなっちゃったから一つにまとまっちゃったな劉備軍。やりにくいな、こうやって見ると。ちょっと左からやっぱ攻めるか。この21番の炎術6万、一番下の松陽さんも中性100になっちゃったか。前見た時100じゃなかった気がするんですけどね。ここを落とせば38とか行きやすい気はするんですよね。そうするか。ちなみに理科部分もね、武将が少なくはないか。ただ中性が低かった気が。あー、でも70、96まで来ちゃってるな。シュレイさん今のうちに取っといた方がいいな。そうだな、ちょっと右のゾーンは一回諦めて、趙雲たちは左に移動して21攻めようかな。17から今15攻めるつもりでいます。理科軍のシュレイ来てくれるそうです。よっしゃー、仲間入り。17国から出陣します。ただ攻めるのは、まあ、攻めるっていうか移動ですね。行くのは隣の19番です。この左の15番、別の都市で情報を見てみたんですけど、兵糧が約1500ぐらいしかなかったんで、もう兵糧攻めしたいと思います。ただ退却ルートがあるとそこに逃げられちゃうんで、この19番を取っておいて、もう逃げ道をなくした上で兵糧攻めして落としたいと思います。ここにはね、ちょっと武将がもうかなり溜まってるんですよ。まあ、そんな強い武将がいっぱいいるわけではないんですけど、まあ、武力が高めの人たちをちょっと連れて行っておきましょうか。どうしよっかな。ここも内政だけすればよくなるから。まあ、序章も一緒に連れてっか。よし、これで行こう。金は、まあ、1000ぐらい持たせるか。兵糧もうこれでいっぱいになっちゃうってことか。出発。では17国のターンになったので、戦争で15国いっちゃいます。まあ、ここは兵糧攻めですね。中性が100になってない人いたか。陸石か。陸石はちょっと怖いな。あくまで兵糧攻めするだけだからな。とはいえ敵の数も少ないから兵糧切れるまで長いかもしれないから、巨勇と陸石だけ置いていきましょう。総大将は炎鵬さんだ。金300、兵糧念のために2万ぐらい。持続力が劣ります。嘘だー、まさか米買っちゃった。いやー、1420ですね。5000兵、多分ターン重ねれば大丈夫だと思うんですけどね。一応敵の隣まで来たんですけど、まあ加計されましたね。どう
しよう。あんまり米の減りが早くないんですよね。25日でまだ1220もある。これは倒した方が早いかもしれないので攻撃開始します。相手も武力タイプじゃないからそんな強くないと思うんですよね。タンタンタン、よし、いけるいける。15国の戦いは長期戦に入りました。6国のターンだったので趙雲たちは5番に移動させます。文集とかね、顔料とか置いていけば防衛そのものは大丈夫だと思います。いや、宋人はいいや。徐行、徴公官で徐行王、趙雲、趙良、文平でいくか。王宋は置いていこうかな。あとは文官タイプ1人連れていきます。金は1500、兵糧1万2000ぐらい。これで五国は再び我らのものです。孫権軍の各愛が来てくれるそうです。はい、登用成功。お、劉将が金847くれるそうです。ありがたくいただいておきましょう。再び15国の戦いです。さあ、これで一斉3部隊でいけます。海越はね、兵中が低すぎて一ターンで山進めません。さすがに兵中ちょっと上げたくなるな。でも海越が攻めることはそうそうないからな。上げても無駄か。あー、火がーやばい。海越、あ、違う、やべえ、炎鵬が出れねえ。もう突撃するしかねえ、これ。うわー、なんとか倒せ。5100、よし、いけた。オッケー、陳京捉えました。東洋曹操の軍の者たちは全部しました。戦い終わった。いや、逃げ場なくなった瞬間ビビりましたけど大丈夫でした。オッケーオッケー。これで15国は我らのものぞ。あー、陳京がバトンに速攻奪われました。そして劉備が孫権を攻める。しかし、いや、倒した。劉備がさりげなく大きくなってきたな。まあ武将が分散されて悪くはないですけど、趙雲のいる五国なんですけども人口がないんですよね。どうすっかな。攻めるにしても趙雲たちの兵を2万とかにしたいんですよね。1万ずつだと足りない気がする。ちょっと隣の18国行っちゃいましょうか。いやー、もしくは20国攻めてね、援軍出たところ6国で攻めようって考えてたんですけど、この演術のところ取っちゃって、ここ番号わかんないけど、ここ行こうかな。ここだったらそこまで兵数、いやー、左右じゃない、上下から援軍来るとまたそれはそれできついか。劉備も迫ってきてるからな。この演説4武将いるから、曹操牽制してくれてる気がするから、やっぱりもう趙雲たち左行っちゃうか。ここ攻めるか置いといて、ここまで取っちゃえば李鶴や曹操軍の左側とも戦える状態になるし、そのまま馬頭の方を攻めるんでもいいっちゃいい気がするな。そうだな、ちょっと18国行っちゃおう。ちょっと左の方向かいます。このメンツはもうここの城は空っぽにしちゃいます。どうせ徴兵できないし、全部持っていくぞ。 OK、 18国は人口が2767あるんで、これなら徴兵できますね。よし、徴兵だー。2万、支えるものを輸送します。今趙雲はね、もう2万まで来ております。こんな感じに、ちょっと趙雲、関内、徐行、趙高、趙良、文平は全員2万ずつにします。20国の在野にいた
河口省仲間入りです。趙雲たちの18国、出陣する武将すべて兵2万になったので出陣しちゃいます。狙いは20番、ただし下と右から援軍が来ると思うので、もし援軍が来たら6国から攻めちゃいましょう。果たしてもそれでも落とせるか分かんないですけどね。20番は運よく落とせたらラッキーぐらいな気持ちでいきましょう。さあ遺跡さんだけ残して出陣。総大将は趙子龍。金は1500、兵糧は23000。行くぞ。敵は6万ですね。あれ、今回は右の砦に乗ってないな。兵糧庫は上にしました。前ね、下から援軍が来たんで上なら大丈夫かなと思ってこっちにしました。趙雲もね、一応移動はしてみます。どうだろうな、すべてのまあ砦で砦で行ってるんですけど、本来は城なんですよね。すべての城をキープできるかな。これ援軍が来たらさすがに無理か。でもな、右の城が空いてるのが大きいんだよな。敵は、あ、動いてきた。マジか。ちょっとこやつやっちゃう？どうだろう。この右の砦でずっと乗ってても攻撃手段が減っちゃうから移動はしよう。はい、一部隊は隣まで来ました。おっと、趙雲に攻撃してきた。おりゃー、一応兵糧庫取られないように趙雲をここにしておきましょう。どうしよう、他の部隊攻撃したいけど、どうせなら一人向かってきてるあの部隊を倒してから他の部隊も攻撃したいかな。みんなで取り囲めないか。敵がちょっと左に動いちゃったんで、2方向に分けて戦おうかな。せだー、早急動けなくしてきたか。やるじゃない、家系ではないんだ。うわー、こっちは家系してきた。しかも燃え移った。やるじゃない。どうすっかな。こういう戦い方で勝てるのか。ちょっと砦の上乗っかっちゃうか。ちょっと武将の確認です。これが曹順か。で、真ん中にいるのが曹休。で、これが親鸞か。なるほど。そこまで武将は強くなさそうだけどな。3回してみっか。どうせするならこっち移動してからだな。こっちはこっちでわからんな。あいつが兵糧庫を狙ってこっちに来ようとしてるのかがはっきりしないからな。確実に移動はしている。くらえ、兆候移動だ。かんねえかな、もったいないな、ここにいても。この状態で一斉だ。カンカンカーン。すげえ時間かかるなこれは。3回移動。こ
これで一応5方向から攻撃は仕掛けられる。だーやばい、崖してきてる。これはちょい不安が残るぞ。セラーカン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 。まあヘリは悪くないかな。でもさすがに長期戦にはなるな。これはこの月で敵を全て倒すのは不可能だ。では7国から援軍出たんで6国から7国に攻めちゃいます。果たして何人残ってるのかな。出すのは炎章、顔料、文集、宗人、長州、王宗で行きましょう。よく言えばもうちょっと兵徴兵しておきたかったかな。相手多分2万ずつ持ってると思うんで、これでもちょっと怪しい気がする。でも勝ちたい。早々から都市を奪いたい。行くぞチャンネルの再生リストにはゲームごとにまとめたリストを用意しております。何のゲームをやっているかぜひ覗いていってみてください。